皆さんこんばんは、春風美奈です。本日はですね、やっぱり真似した方がいいじゃんっていう話をしたいと思います。今日こんな感じの写真を撮影しました。この写真には元ネタがあります。元ネタはですね、ピンタレストです。ピンタレスト見てて可愛い写真だなと思ったのがこれでした。これを真似して写真を撮ったんですね。こんな感じで、私ね、なんかこれ真似し始めたきっかけっていうのがあって、何かっていうと、あのハッピーちゃんのとハッピーちゃんとカノンちゃんの対談、ザ・ソースの特典映像で喋ってた話の中で、なんかね、カノンちゃんにハッピーちゃんがアドバイスしてたのが、一番みんなが見ているインスタグラムと、自分が見ているインスタグラムと、で自分が表現しているインスタグラムでどれだけズレがあるか、ズレがないかっていうのを見た方がいいよって。で、見ている方の世界、憧れていいな、綺麗だなと思っている見ている世界の方が匿名てて、自分が心の針が向いている方だよっていう話をしてて、確かになるほどと思って。で、私自身が写真撮ってた今までのインスタグラムっていうのは、なんかインスタグラムってこういうのかなと思って撮ってた写真が多くて、例えばなんか自分が見かけた綺麗なギャラリーの商品を撮影したりだとか、あとはなんか自分が食べたなんかチョコレートパフェだとかカフェ飯とかをアップしたりとか、神社の鳥居を撮影したりだとか、だからそういうのを主に挙げてたんですね。でも私自身がフォローしてるのは渡辺直美ちゃんであったり、徹子さんであったり、あとは好きなのキンホークだとかの写真だとかをフォローしてたんですよ。それと自分の写真を見比べた時に、全然違うなと思って、なんか確かに私はカラフルなものが好きだけれども、もうちょっとなんかおしゃれっていうものを作り込んだ世界を表現した方が自分の好みなんだなっていうのを自覚したんですよ。だから意識してカッコつけて写真を撮ろうと決めたんですね。私今まで自分の中にものすごい抵抗があったのが、キメキメでね、写真撮るのものすごい恥ずかしいんですよ。何かっていうと、今まで人のことバカにしてたので、例えば綺麗なさ、レンガの壁の前で女子中高生がわざわざ友達連れてポージング撮ってるの見るとね、ケッと思って見てるような30歳だったんですよ。やばいおばさんでしょ。いちいちそのことで見て反応してたの。興味がなければチッなんて思わないの。でも私はいちいちそういう子たちを見てはなんだあいれとか思ってたし、なんかわざわざ食べるのちょっと待ってとか言って写真をきれいに撮ろうと努力してる女子を見るとチッと思ってたのね。皆さんわかりますか？皆さんがチッって思ってるものっていうのは、あなたがものすごい関心がある世界のやつですよっていう話なんですよ。だから私この写真1枚撮るのにもね、最初ものすごい恥ずかしかったです。なんかこうライトの当たり具合確認したりとか、なんかこうコップにわざわざ水、コップ選んでコップに水入れてテーブルをセッティングして、でカメラをねセットして、でそれでこれ動画で撮影してるんですけど、動画で撮って、で動画で撮った後に見直しをして
すげえ恥ずかしくて、何一生懸命に自分をいいようにかっこよく見せようとすることが恥ずかしくて恥ずかしくて仕方ないんですよ。これ理由ね、私掘り下げて分かりました。あの一生懸命頑張って受け入れられなかったりとか、いいねがあんまりつかなかったりとか、世間にあの許容されなかったらめっちゃ恥ずかしい、ダサいじゃん私っていう風な気持ちを味わいたくないから、一生懸命頑張ることにものすごい抵抗があるんですよ。傷つきたくないから。なんか漫画であるじゃん、俺は全力を出してないだけって漫画あるじゃん、あれと同じなんですよ。全力出すのめっちゃ怖いんですよ。だから全力出すのが怖いって思ってずっと生きていたから、全力の出し方が分からなくて、今だからリハビリしてる感じ。一生懸命やるっていうこととのめり込んでやることの、あの練習をしてる感じで、それを作業を、その方法は何するかっていうと、やっぱ自分が見ているインスタグラムの世界を自分の中でもう完璧に真似して、もう写真撮ってやろうっていうのが私の今のリハビリです。めっちゃ頑張ってる。なんかピンタレストで気に入った写真があったら、あのピン止めして保存して、でそんでなんか自分の帯帽子ジャパネスクだとか、あとコサージュだとか、撮影するときにはじゃあどの構図で撮ったらいいかなとか、どういう風に見せたら綺麗になるかなっていうのを研究して、真似っこして写真撮るようにしてる。私この真似することさえもう恥ずかしかったの。なんか誰々真似してるだけじゃんとか言ってたから、今まで自分がね。でもさ、自分のオリジナルって言ったって、もうどうせもうさ、今まで生きてきて人生の中でもう真似するものしかないんだよね。ゼロからの発想なんてものどれだけあるだろう。だって私今までさ、生きてきた人生の中で33年生きてきたけどさ、何かしらの影響を受けてるわけじゃん、両親であったり家族であったりテレビであったり雑誌であったり、いろんなものを身につけてる中で、そこから生まれてくるものって決してオリジナルとは言えないと思うんだよね。だから私はもうおとなしくオリジナルの何かを作ろうと思うのはもうやめた。自然と出てくるものだと思う。だから完全にいいって思ったものは真似することによって、やっぱりこう写真の光のライティングだとか、どうやって加工したらいいだとか、どういう風にしたら好きなのかとかいうのが、自分で作業しながら自分の好きなポイントがだん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 分かってくるから、それを活かしたことによって、もっと次の作品、次の商品写真だとか、広告みたいな写真だとか、そういう風に撮ることができるんだなって思った。なんかずっとここ最近何か写真撮るたびに工夫して撮影してたけど、やっぱそういうことだなと思った。感動するよね。私グーチの写真とかさ見てて思うんだけどさ、もうすげえ時間かけてこの1枚撮ってんだろうなって自分が写真撮ってて思う。なんかだんだんね、なんかもう尊敬するものがものすごい増えてってる今。マジでここまで作り込んでやったらマジで天才じゃねみたいな気持ちがすごく多い。自分が服作り始めてからっていうのもあるけど、もう服作ってる人とか、もうね、めちゃめちゃ目につくもんね。この縫製どうやってるんだろうとかね、もう気になって気がついて、そしたらもうずっとあれだよね、称賛をし続けるんで、天才ですねみたいな。そしたらなんかね、なんか幸せなことがいっぱい増えたよね。あるじゃん、一人暮らし始めたら親のありがたみが分かるみたいな。あ、ご飯作ってもらってたなとか、掃除してもらってたなとか、風呂掃除してもらってたなとかさ、いっぱいさ自分がやったら気がつくわけじゃん。私今いっぱいさ商品写真とかさ、広告写真撮り始めてからさ、尊敬するものがねめちゃめちゃ増えた。なんか自分でやることが増えれば増えるほど、一回やればやるほど、なんか周りのね、前線で戦ってる人たち、自分表現してる人たちに尊敬の念が止まらない日々であります。だからなんかね、幸せにやった感じがする。なんか拾う情報が増えた。自分の好きな分野が明確になればなるほど、そのことに対してのアンテナが立つようになるから、自分より能力が優れてる人を見るとすぐ目につくから声かけちゃうよね。今日なんて私はあれだったもん、郵便局のね、EMS
を教えてもらってるから帰り道にあのお着物をコートにしてらっしゃる女性がいて、すっごい素敵だったからもう声かけたの。すっごい素敵ですねって、着物ですよねって、あのこれは買われたんですか、お仕立てされたんですかって、自分で作られたっておっしゃってて、でそれでもう興味が尽きないから、わめちゃめちゃ素敵だなと思って、裏地どうなってるんですか、裏地どうなってるんですかって聞いたら、あの裏地はね、着物 の, あのお葬式の時に着るあの黒い着物あるじゃない、あれをね裏地にされていらっしゃって、すごい素敵だった、すっげー楽しかった。だからそういう人今までさ見つけてもさ気にも留めなかったの、綺麗だなと思うけれども、ものすごい体にラインに合わせて作られてるから、あれ既製品じゃないなってすぐ分かって、ナンパしたよねここ最近そんなことばっかりやってんなと思った。なんか楽しいことが増えたね。自分の好きなことが明確になればなるほど、あの好きなものに引っかかるアンテナが立ち上がってくるから、そうすると目につくものが、なんか興味あるものがいっぱい目につくようになるんだよね。そしたらなんかすごい楽しくなっていった。なんか外歩いててもここ撮影にどうかなとか、そんな視点でね、あの外歩くようになったから、なんかね楽しいなと思った。ぜひぜひ、あの私が、おすすめしているのはピンタレストだとか、まあ、雑誌だとか、自分がいいなって思った写真だとか、その世界観っていうものを自分のインスタグラムで表現する、真似っこして表現するっていうことをやっていくと、あのどん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 自分の好きなアンテナが立ってきて、で外歩いてる時にでも、なんかここで撮影したらいいかなとか、あの人の服素敵だなとか、なんか好きなものに対して目につくことがすごく増えてきて、なんかね楽しくなってきましたっていうお話です。ぜひぜひやってみてください。チッて思ったことを多分勇気を持ってやることになると思うけど、それも自分の枠組みを壊す大きな一歩になると思いますので、ぜひやってみてください。私もこんな格好つけて写真撮ったりとか、するようになるとはとても思いませんでした。すげえ恥ずかしかったのこともやっぱり何回も繰り返していくうちで慣れていくよね。恥ずかしいって気持ちだんだんなくなっていってるの分かるもん、自分で格好つけるの慣れてきてるし、だからそれがね楽しいですっていうお話でした。聞いていただきましてありがとうございました。春風みなでした。